こんにちは。知能話者 PM ラボの小屋野です。実践、プロジェクトマネジメントの重要な技法、モンテカルロ分析によるプロジェクト期間予測。今回はね、最後です。8回目、最後のまとめになります。早速、内容に入っていきます。パートと書きました。まあ、今までずっとやってきたことは実はパートの考え方なんですね。パートの技法なんです。パート。プログラムエバリュエーション&レビューテクニックですね。は、プロジェクトの確率的なスケジューリング法ですよと。ね。確率論を取り込んでるよ。ね。プロジェクトに必要な各作業、まあ、アクティビティと言いますけれども、に対して、3点見積もりでアクティビティ所要期間を算出し、ベータ分布や三角分布という確率分布を使用することにより、全体のスケジュールに必要な期間を確率的に表現することができる。50% で何日 ?80% で何日ということですね。そういう言い方ができるわけですね。はい。そのために重要なのが、三点見積もりは、この最頻値、楽観値、悲観値の三種類の見積もりをもとに行われる。まあ、この見積もりを行うときには、専門家を入れるし、入れてもいいし、グループで決定してもいいし、デルファイ法でこう決めていってもいい。ね。そして、ピンボックの言葉で言う予備設定分析っていうのは、この3つの、ね、楽観値、悲観値の中に入り込んでいるんだよということですね。まあ、こういうことを、学習しました。そして、実際私たちは、モンテカルロ分析、というツールを使ってですね、やったわけです。まあ、このツールの利点欠点です。このやり方というのは、ツールというよりやり方の利点欠点です。で、利点としては、不確実性の伴う事象の推測に、MCA の結果は評価が高いんですね。ね、世間一般の評価高いです。評価が高く、マネジメント層やメンバーが結果を受け入れやすいということがあります。それから、簡単な確率の知識で、MCA の仕組みを理解できる。まあ、4つの確率分布について説明した。あの程度の知識でいい。数学的な確率密度関数のややこしい式を別に理解する、する必要はないですね。はい。がいろんなソフトウェアパッケージが市販され、いいソフトウェアパッケージたくさんあります。安いのもあるし、高級なお値段のもあります。フリーのもあります。そういうのを使ってみる。良さが分かってくる。ね。ぜひこの辺はですね、組織のプロジェクトマネジメントオフィスと言われるところで採用してほしいものですね。いいパッケージを見つけて。で、簡単に何度でも条件を変更して、結果を導けるということですね。こうしたらどうだろう、ああしたらどうだろう、何回もできるということですね。そして、最善の解を見つけていくことができるということです。そして対策を打つんですよ。もちろん。で、欠点はですね、MCA は簡単な確率の知識があれば理解できるのに、理解しているマネージメント層やメンバーがそもそも少ない。ちょっと毛嫌いしちゃってるんですね。確率論とか、ね。そういう分布とかいうもの。まあ、そんな難しいことじゃないです。いや、奥深いのはそうなんですが、ここで適用、実践で適用しようとしているのは、それほど難しいことを言っているわけではございません。あともう一つ。所詮確率論でしょ。で、近似法でしょ。と言われてしまう。まあ確かにそうなんですが。リスクというのは分からんものですよ。ね。だからリスクなんですね。だから、まあ、それを仮定していくしかないですね。
で、まあ、この欠点から言われることは、まあ、このまま欠点として、はあ、そうですか、と受け入れるんじゃなくてね、勘や経験ではなく、科学的で客観的な観点で判断することが重要だ、ということを、ぜひね、この、モンテカルロ分析によって、理解していただければな、と思います。ぜひですね、いいツールを見つけてですね、試してみるのがいいと思いますね。はい。長い間、このモンテカルロ分析、お聞きいただいてありがとうございました。はい。最後に、プロジェクトマネジメント体系的学習は e ラーニング PMP 受験のための35時間 PM 講座。ぜひこちらの方も受講なさってはいかがでしょうか。